感じだったんですね。ということで、8つやったんじゃないですよ。2分。ね。8つかけ2で16個。16個。これを2分でやったんですよ。時間がね。これが、記憶のポイント。ね。記憶のですね。インパクトとリピート。記憶のコツはインパクトとリピートです。ね、で今日喋った話はインパクトのこっち、今日今ね喋ったのはインパクトのことですよ。インパクトね、つまり共通点の相違点をじーっと意識するってインパクトだったんですよ、ね、だから少ないリピートで覚えられるっていうね。そうですね、今実際に2分しかやってないけど16個覚えたのね。そうだね、はい、これがインパクトっちゃうんですよ。そしてね、人間ですから忘れますよ。確実に忘れる。ね、うん、で特に小学の方ね、これ例えば明日とか明後日やってみたらね、まあ、もろもろに乗って忘れますよ。しかし、いいんですよ、忘れる。今日2分でできるようになったら、次、1分でできますから。同じ仕事で。ね。で、また忘れる。いいんですよ。まあ、30秒で。また忘れる。いいですよ。もう15秒。7秒。3秒。2秒。つまり、ずっと覚えてる。これ。だから、インパクトをね、最高潮のインパクトっていうのは、例えば、まあ、事故にあったとかですよ。事故にあっちゃったみたいな。来るのね。絶対忘れないですよ、ね、お怪我しちゃったとか、ね、あれインパクトが強かったですよ、だ ね、はい、だからあの簿記の勉強してる時に年がら年中事故に遭うわけにいかないからね。でしょ、シャーキー1個覚えたらバコンってぶつかるから死んだからそうしできない。だからリピートで補うんですよ、ね、でもなるべくインパクトが強い覚え方で覚えておくんですよ。そうすると忘れちゃっても思い出せる状態になるっていうんですよ、ね、はい、これが脳の限界と能力と限界を応用した覚え方です、ね、だからあのこれ別に簿記に書くの使えますか、多分英単語を覚えるのも一緒けど同じなんですよ。名詞通して、ね、ちょっとイグルとか作ったらね、扱ったらもちょっと例語おかしくないけど、まあ、名詞だとかいろいろありますね。それでもう全部使えると、ね、いうことなので100個1000個覚えるのって簡単ですよ。この技使っちゃう法則があるわけだからよ。その法則にのっとって似てるものを集めて比較して覚えるみたいですから。あとは繰り返しリピートやればいいんですよ。ね、はい。で、まあもちろんね勉強にも使えますけど、あのこれ日常生活にも使えますからね。特に社会人になって一番役に立つと、ね、いう部分があります。ね、それがまあ僕がいつも使ってますけど、名前を覚える。いうときに使えますか、ね、まあ、ブログとかフェイスブックとか、まあ、書きましたけどね、まあ、僕は基本的にあの企業研修に行くときにはあの名前全員覚えてから行くんですよ。これでも暗記20人30人ぐらいだったらまず全部覚えます、ね、うん、水曜日の研修だとしたら、まあ、月曜日ぐらいから覚え始めて、で月火って復習をやって、で水曜日の朝もう一回やってから行くと、で、会った時にマフルでも全部言ってあげると。そうすると大体感動してくれると。あんまりが名前覚えてくれたら初めてだって言うんですよね。それで感動して、大体場の雰囲気を掴んで入ってくると。いう、まあその手法をね、使ってるわけですよ。で、その時に名前を覚えるっていう手法を使う時にですね、これ使ってるんですよ、よく。これ使ってるね。例えば、上が、秋田やんだっけ、はい。っていう名前。こう2つに分解するわけですよ。でそうすると上田っていう人間と僕は会ったことあるわけですよ。いろんな上田と会ってるんですよ、ね、そしてその上田くんを俺はイメージすると。で次にじゃあ上田例えば敦志としましょうか、もう一人、ね、上田敦志とじゃあ上田明永ってどこが同じでどこが違うのかって考えるわけですよ。
そなんか顔は似てるぞと。でもちょっと違うぞと。例えば年齢が違う、ね、服装が違うとか、ね、あいつ青が好きだった、こいつ黒やとかね。それで区分けをするわけです。だから同じものは似てるものは比較して覚えるという手法でね、だいたい、できます、ね、でこのクラスはちょっと職業訓練じゃないんでね、やらないんですけど、僕は職業訓練でね、初日で必ずやらせるんですよ。これ訓練生同士で覚えさせるんですよ。名前全部船の暗記で、それやってから授業に行くんです。必ず1時間、ね、でな覚えなかった時ないです。さっき言って1回今までね、何回も行きました、ね、全員フルネームでお互い暗記します。で、大体上は70歳ぐらいの人いるんで、ね、63とか、まあ、下18とか20歳ぐらいの子がいるけども、ね、遅いのはこっちの子ですよ。覚えの遅いのは、ね、なぜかというと入ってねえから、この人らソフトは上だっていうソフト入ってないんですよ。あと答えだとね。だからよくあるのがこの63とかね、50ぐらいのおばちゃんとかおっちゃんとかが、こんなできるわけねえだろうみたいな感じで最初見るんですよ。でちょっとやってみましょうかって言ってコツを教えて、今俺が言ったような話で、じゃあ上田っていう人を思い浮かべなさいっつって思い浮かべさせる。じゃあ次にその明らが来ると違うところにイメージしなさいっつってイメージさせる。できちゃうんですよね、この人らの子がいっぱいあってから人数今まで。で大体1時間ぐらいパーッとやって全員刺して、これ全員刺します。消極的時間がたっぷりあるから全員刺します。で1時間ぐらいで大体2、30人ぐらいだったらお互いの名前が全部フルネームで言えないと。で、できたわってこの人らがまず感動すると、ね、でその後に一言僕言うんですよ。できましたねっつって、30人の名前1時間とっぱりますよフルネームです。僕の方がよっぽど簡単ですわって言って初めて指す。そうするとみんなこの人らも協力してくれるんですよ。僕にとって敵はね、年上なんですよ。年上のおっちゃんが敵なんですよ。年下の男だからね。だからなんじゃお前まみたいな感じでこうやって見るんですよ。最初座ってるのね、職業訓練こんな感じでね、俺は別に僕勉強しなくてたわけじゃねえんだみたいなね、座ってるんですよ、ね、それをなんとか取り入れるってことをまずやんないと講義が成り立たないんで、だから僕はこれを最初にやらせて、で30人にその人ができたっていう経験をさせるんですよ。その人がその人の実力でできたっていう経験をさせる。そうすると信用するんですよこっちのこと。そこからスッと入っていくと、どんなに年上だって関係なく全部掌握できるんですよ。それでやってっていうのが名前を覚えるっていう手法で一つ、はい、だからね、名前で言ってくれると非常に嬉しいですからね。だからこれをね、ぜひ活用してね、やってください。ただし、最後に一つ、名前をね、覚えるというこのね、手法が通用しない場所が一箇所あったんですよ。場所が一箇所あった。これできなかった。覚えられなかったですよ。普通は覚えられないけど、その時だけはダメだった。共通点がないかとか。結婚式ですよ。全部、例えば岩崎だから全員岩崎だから、分かんないけど50人岩崎いるからね。もうそうなってくるとダメ、ちょっと無理だ。